ワケベ光カ氏は、江戸時代後期の大名。大見国大公藩十代藩主。文部下十一代。官位は、十五位下、佐京介。文化六年九代藩主。ワケベ光国の長男として、江戸にて誕生。文化七年十一月十九日、父の死去により、幼くして、後を継ぐ。文政七年八月十五日、十一代将軍。 徳川家成に敗越する。同年12月16日、樹五石田佐京介に助任する。天保2年3月10日、養子氏の三津田に家徳を譲って隠居し、落災と合した。安政5年7月21日、大溝にて死去。去年50。随節院の近藤の母書文政9年5月15日、爆心で探検家の近藤十三が、長男の起こした。 殺人事件に連座して、江戸を追われ、大溝藩に預けられた。藩は緊急に、神屋敷地内に老屋敷を増築し、これを迎えた。光姉は重造を丁重に扱ったと言われている。時の著名人でもあった近藤は、小藩といえど系に近く学問や見識を得ることへの関心が高かった。大溝藩では、格好の珍客ともいえ、近藤は書物を与えられ、 藩士を相手に意見交換を行ったり、藩士と漢視を昭和したりしていたことが伝わる。近藤はまた、大溝で本蔵学書、杭州本蔵を全30巻を表した。大溝を中心とした、大御国の植物の、いわゆる植物図鑑であったとされるが、現存しない。近藤は、流罪中の罪人であり、当初の監禁状態が緩んでいたとしても、 神夜周辺の散策採集であり、大見国内を自由に出歩くようなことはできなかったため、当然ながら、大溝藩内部の協力があったと推測される。近藤は、生前に赦免されることはなく、3年後の文政12年6月16日に、大溝で死去し、藩内の随設院に葬られた。墓所も現存している。ありがとうございます。